皆さんどうも、ガミです。今日はオートミールピザを作ります。材料はこちらです。はい、まずオートミールに水を入れて、これを電子レンジで加熱します。ウインナーを斜めに4等分します。バジルは手でちぎってください。今オートミールをレンジでチンして、こめかしたところです。そしたらこれをボウルに移します。ここに卵、塩コショウ、よく混ぜます。はい、そしたら平らなお皿を用意して、その上にクッキングシートを敷きます。さっき混ぜたオートミールを乗せて薄く伸ばします。はい、こんな感じで伸ばせました。そしたらこの上にケチャップをかけます。はい、そしてチーズです。チーズはピザ用がいいかな。今日はチーズがね、中途半端な量になっちゃってるんで、スライスチーズとミックスチーズを混ぜて使います。はい、こんな感じです。で、そうしたらこの上にウインナー、これは冷凍のグリル野菜 100g 分ですね。お好きな野菜でやってください。はい、こんな感じですね。そしたらこれをチンします。はい、今2分加熱したところです。そしたらバジルを散らします。はい、こんな感じで完成です。いただきます。美味しそう。いただきます。うまい。ちょっと前の動画で卵ピザっていうのを作ったんですけど、卵ピザよりもピザっぽいです、生地が。うん、美味しい。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールチャーハンを作ります。材料はこちらです。それじゃあまずオートミールに水をかけてレンジで加熱します。はい、そしたらここに卵を2つ入れて、塩コショウよく混ぜます。混ざったら材料を切っていきます。材料はすべて細かく切っていきます。ベーコンは1センチ角に切ります。はい、次にネギですね。青い部分を使います。で、これもみじん切りしていきます。こんな感じですね。そしたらトッピング用にちょっと取っておきます。はい、次にニンニクですね。ニンニクは皮を剥いてみじん切りにします。はい、次にえのきですね。1センチに刻みます。かまぼこはこの板をこうやって包丁の背でこうやってやると綺麗に取れます。スライスして1センチ弱ぐらいのさいの目にします。すべての具材が切れました。フライパンを熱してごま油を引きます。で、ネギ、ベーコン、ニンニクを先に炒めます。はい、いい香りがしてきたので、ここにえのきを入れます。えのきがしんなりしました。そしたらオートミールと卵を混ぜたものを入れます。焦げつかないようにスパチュラで炒めていきます。結構水分が飛んできましたので、味付けして仕上げたいと思います。かまぼこ、ガラスープの素、醤油は鍋肌に入れてちょっと焦がし醤油にします。さっき使ってたフライパン、テフロンが微妙だったので違うフライパンに変えました。もういいですね。盛り付けます。はい、仕上げにネギをかけます。完成です。いただきます。うん、うまい。ほぼチャーハン。結構時間をかけて炒めたので香ばしくって美味しいです。しっとり系のチャーハンって感じですね。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールお好み焼きを作ります。材料はこちらです。はい、まずオートミールに水をかけてレンジで加熱します。はい、レンジで加熱している間にキャベツを切っていきます。はい、こんな感じで、オートミールが米化したので材料をすべてボウルに入れていきます。オートミール、キャベツ、卵、片栗粉、ポン出し、はい、これでよく混ぜます。はい、今混ざったところです。フライパンに火をつけて油を引きます。
本当は豚バラ肉が良かったんですけど、今日はないので豚ロースで代用します。はい、でこの上にこの混ぜたキャベツを乗せていきます。はい、こんな感じで形を整えたら蒸し焼きしていきます。火加減は弱火にします。あ、いい感じ。これをひっくり返します。うまくひっくり返せるかわかんないからお皿を使います。おー、いい感じで、これで裏面も蒸し焼きしていきます。よし、OK、盛り付けます。ソースをかけます。お好み焼きソースなかったので中濃ソースで代用します。で、マヨネーズを控えめにかけます。そしてかつお節、そして青のり、仕立てです。いただきます。うん、本当にお好み焼きっぽい。うまい。粉がほぼ入ってないのでとんぺい焼きの方が近いですかね。おいしい。これはね、だいぶ満足感あります。お肉のところ食べてみます。うまっ。はい、という感じで今回はオートミールでお好み焼きを作ってみました。とっても簡単ですごく食べ応えがあるので皆さんもぜひ作ってみてください。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールチヂミを作ります。材料はこちらです。オートミールに水をかけてこれをレンジで加熱します。ニラを切ります。今オートミールがチンできました。そしたらこれをボウルに入れます。ガラスープの素、片栗粉、小麦粉、水、これをよく混ぜます。混ざりましたね。ニラをここに入れます。よく混ぜます。はい、これで OK。 フライパンに火をつけてごま油を敷きます。はい、フライパンが温まったらニラを入れます。全体に広げてください。焦げ目がつくまで焼いていきます。くっついてないか、くっついてるとこがあったらこうやってカリカリって剥がしてください。で、こうやって揺すってくっついてないか確認してひっくり返します。あっ、うわ変なってた、たった、どうしよう、ダメだ、ぐちゃぐちゃになってしまった。こういう時は、はい、皆さん、チヂミがぐちゃぐちゃになってしまいました。こういう時はですね、ここから形を整えます。もう一回、粉が少ないからね、崩れやすいんで。違うか、ひっくり返すの下手くそなだけだ。はい、でこんな感じでやって、でもう一回焼きます。チヂミを焼いている間にタレを作ります。醤油、酢、砂糖、火をつけて一煮立ちさせます。この鍋やばいですよね、焦げてて。これ多分40年ぐらい使ってるんですよ。はい、沸騰しました。火を止めて冷まします。はい、じゃあ、ひっくり返します。失敗したくないからお皿使いますね、今度は。やって、これやって、はっ、よし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 。裏返したらフライ返しとかでこうやってギュンギュンに押さえます。ギュンギュン。裏面も焼いていきます。裏面もいい感じに焦げ目がついたのでこれで盛り付けて完成です。いただきます。ラー油をちょっと垂らします。うまっ。周りに焦げ目がついててこんがりしてるんですけど、オートミールが入ってるから中がトロトロなんですよね。こいつはうまい。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。